皆さんどうも、超激レアトリシーです。先生もいるよ。皆さんたくさんのコメントありがとうございます。今日はにゃんこ大戦争9周年おめでとうございます。いろいろイベントあるかな。イベント内容どんなのがあるかな。ローグインスタンプでなんだ、箱みたいなのがもらえる。なんだこれ、ラッキーボックスかな。マイクロじゃないんだからそんなのもらえないでしょう。にぎやかな9周年。なんかウルトラクイズっていうのをやってるぞ。5つの9を解き、100万ドル相当の豪華商品を掴み取れ。100万円もらえるの、やったやったやった。そんなことは言ってない。そして久々のにゃんこスロット、これで猫缶たっぷりだ。いくぞ、頼むから揃ってくれ。9、やった、揃った。先生すごいでしょ。これ絶対揃うやつだから。900ゲット、9万ぐらい欲しいな。そんなにくれるわけないでしょ。おお、ボーナス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 、ここも取れちゃうよ。キュー、あー、キューじゃなかった。人生は悪い。ここは揃わないようになってるからね。そうなの。165、合わせて1065。これじゃあ100連できないじゃん。どんだけ猫缶むしり取ろうとしてんだよ。スロット以外に何かあるかな。イベントガチャ、なんだこれ。ああ、さっき見たラッキーボックスだ。これでガチャが引けるってこと。そうみたいだね。なんとなんと4体の伝説レアがもらえるのか。ただの限定キャラだと思うけどね。そしてプラチナチケットゲット、これで超激レアゲットできるね。持ってないキャラゲットしたいですな。他には何かイベントないかな。イベントステージとかあるか。おお、バースデープレゼントだ。こちらのステージ行ってみよう。8周年の時にもやったステージかな。なんだ、じゃあゲロシャブステージか。だったら余裕のよっちゃん89歳。よっちゃんと勝利。めちゃくちゃでっけえ、簡単なステージだと思ったけど、こんなでっけえやつとんでもなく強いに決まってる。残念なことに僕負けました。こうなりゃメンバー変えてリベンジ、オレンジマジマンジ、ありがとうございます。あっさり勝てました。ただただ大きいだけだからね。これで猫缶ゲット。他にもイベントステージあるかな。おお、キューって書かれてんのがあるよ。これイベントステージなんじゃないの。プリプリプリパンチ。このステージどんなステージなのか楽しみだね。それじゃあ行ってみよう。このステージは、あ、さっきのラッキーブロック、もしかしたらここでラッキーブロックもらえるかもね。これであのガチャ引けるのか。めっちゃ弱いやつ出てきた。あ、それ終わり。簡単すぎてゲバ吐きそう。なんでそうなるんだよ。これでハテナボックスっていうのをゲットできたよ。イベントガチャが引けるようになりました。さあどの限定キャラが出てくるか楽しみだな。強いやつ出てくれ。ああ、こいつ知ってる、前にもらったやつかな。強いキャラじゃなくてオジピジパン。そんなすごいやつは出てこないガチャなのかな。残念、観念、なんでやねんとやさ。じゃあ絶対いいのがもらえるプロチナガチャだ。頼むから、持ってないキャラよろしくお願いいたします。ああ、これ持ってる。せっかくのプロチナガチャが台無しに終わって、アジピチパー。もうこれは辛すぎ、出たけそう。そこまでしなくていいでしょう。こうなったらもうこっちも引くしかないか。レアチケットは新キャラ出た時に放出しようと思ってたけども、もうやってやろうか。超激レアの確率はアップしてるし、いいかもね。9周年の記念に10連しちゃおうかな。さあ超激レア10体頼むよ。そんなに出てくれるわけないでしょう。まあ持ってないキャラ1体だけでも出てくれたら嬉しいか。頼む超激レア。ああレアだ。ああ人生終わっちゃった。まだ1回
回引いただけでしょう。残り9回あるから。確かに確率も上がってるから絶対出てくれるもんね。ああまたレアだ。絶対出るかは分からないけどね。さあさあさあどんどん引いていきましょう。次こそ出てくれるはず。超激レアよろしくお願いします。今度はレアキラルはずだ。なんて言ってんだよ、もう精神がやられ出しちゃってるな。頼む。次こそ次こそ、ああまたレアか。まあそう簡単には出てくれないよね。次は5回ね。そろそろ出てきてくれて安心させてよ。あれやだ、やっぱり引かない方が良かったかな。レッチケット返してよ。さすがに返してくれたりはしないよ。残り5回で頼むから出てくれよ。これはああまた激レアか。どうしよう、壊れ出した。次こそお願いします。地獄だ。これって超激レア出ないガチャなんじゃないの。そんなことないから、いつもよりは出るガチャだから。残り3回、よろしくお願いします。ああまたレア。ああもうこうなったら先生のせいだ。人のせいにしないでよ。ドヒーの運が悪いだけだから。いや僕は運がいいはずだ。悪い。これでもう9回終わりなの。10連だったらあと1回。頼むよ、ここで出てきてくれよ、限定キャラ。あれや、もう10連爆死でおじゅぴじゅぱー。大切なチケットが水の泡、もうこんなんで終われない。あと6回引いてやる。大丈夫かな、こんな状況で終われるか。あれやな、終わっとけばよかったかな。後悔するのが早いな。新限定キャラが出た時に取っといた方がやっぱよかった。全然出てくれない。そんだけついてないんだよ。10回引けば1回ぐらい出てくる確率なんじゃないの。頼むって。おお出た。しかも持ってないやつだ。こいつは嬉しい。ようやく出てくれてよかったね。この勢いであとは限定キャラだ、限定キャラ、絶対限定キャラ出してやる。外れか。外れって言うんじゃないよ。こっちはもう限定キャラしか見てないからね。どんな展開で限定キャラ出てください。ダメだった、また外れ。また外れって言ってるよ。レアよりはいいでしょう。今回のラストだ、頼むから奇跡起きてくれ。ああダメだった。16回引いて1体だけ、これはきつすぎ。あちぴちぱー。あとは新キャラの限定キャラが出た時に期待しよう。というわけで今日ここまで、よかったら高評価お願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。バイバイバイバンバルピー。チャンネル登録よろしくお願いします。